すごい気になってたんだよね。なんかね、お部屋のお風呂が大きいらしいの。レッツゴー。わー、綺麗。鳳凰の打ち掛けです。民芸品が売っている。あ、ここにバリアフリーの設備があります。お部屋はね、105号室だよ。結構部屋数多そうだな。廊下が長い。じゃん。お邪魔します。ドアがいっぱい。お、広い。ここ通常部屋食なのかな。今回はね、夕食はついてない、朝食だけついてるプランにして夕食の材料をいろいろ買い込んできたんだけど、朝ごはんをここで食べるの。あ、なんか不思議な空間があります。で、ここにタオルと浴衣で、他の扉が何かというと、ここは、あ、椅子とテーブル。なるほどね、なんかだって広そうだもんね。4人とかでとかもっとで滞在できるよね。で、ここが、あ、トイレです。トイレ広い。ここは、あ、寝室です。あ、向こう側からも入れる。広い。改めて寝室、お布団はすでに敷いてあるシステムです。でっかいテレビは見ません。で、ここにはお茶セットとワインオープナー、ビールオープナーもあるよ。洗面器もやったね。で、ポットでしょ。でも謎の物は今日持ち込みました。そして、コーヒーとかお茶とかどうぞご自由にって言われました。あとね、浄水がついてたの。水買うの忘れたと思ったんだけど、ありがたいです。そして冷蔵庫は有料の飲み物がいっぱい入ってたんだけど、その隙間に今日買ってきたやつをいっぱい詰め込んだ。で、ここにグラスやコップいろいろ、なんかチャキ、カップ&ソーサーが一つ一つ違う柄が。あ、ワイングラスもある。素晴らしい。日本酒のおチョコもあります。そしてここがくつろぎ場所でしょ。あとは向こうに広いお風呂が見えている。そしてマッサージチェアがある。これはね、使ってみないとね。パナソニックだよ。そしてここが洗面所。あ、なんかなんていうのかな、排水口カバーがね、ちょっと日本的なやつ。
ここは脱衣場、内風呂もあるんだね。内風呂っていうかシャワーとすごいちっちゃな浴槽で、これはねフロントの人が持ってきてくれたんだけど、温泉、外の温泉が広いからそこで浮き輪になんか寝そべるっていうか、なんかリラックスできますよって言われたから一応もらっといたそしていよいよ温泉です。じゃーん、広い、本当に広い。なんかね、8畳の温泉って書いてあったんだよね。確かにここ人が住める広さだね。で、あったかい、あ、暑い部分とちょっとぬるめの部分に分かれてるんだって。あ、これは浮き輪浮かべてもいいよね。すごいなぁ。そして近くの林、森が見えます。屋根があるから、や、雪の日とか雨の日でも安心だね。だけど青空が見えるのはやっぱいいね。そして大事です、源泉かけ流し、お湯の量で温度調節しております。つまり加水はなしってことですよ。素晴らしいね。着れるようにってことか。すごい素敵なものをいただいてしまいました、ありがとう超感激なんだけどちょっと写真撮ろう、これ開ける前にこんな感じ気持ちいい、すごく肌触りがいいよ。これは本当ありがたいやつだな。なんか毎回温泉行くときに持っていきたい。今体が冷えてるからだけど、このぬるいゾーンでもまあまああったかい。あ、でもうん、暑いって感じじゃないな。硫黄のいい香りがします。すっごく強くはないけど。そしてお湯がちょっとね濁り湯みたいな感じ。これはグリーンっぽいのはお風呂の中の色かな。多分濁り湯って感じなんだと思う。空気が澄んでる。で、さっきお宿の写真を見てたら、この目の前の枯れ木はどうやらモミジみたいなんだよ。つまり秋が最高のシーズンなのかな。早速ビールをいただきます。乾杯の儀。今日はね、猪苗代湖道の駅で見つけた猪苗代オリジナルビール、猪苗代ビール醸造所のなんかね5種類あったんだけど、2本買ってきて、これはねゴールデンエンジェルっていうやつ、初めて聞いた名前。そしてすごくね綺麗な色です。では乾杯。うん、なんか色に反してすごくすっきり感がある。一瞬飲み口ちょっと香ばしい感じがあって、それがスッて入っていく、好きなタイプですね。いいなぁ。なんかねこのラベルも可愛くてね、
白鳥が飛び立ってるの。猪苗代湖の白鳥ですね。雪がちらついてる。雰囲気満点。2本目はバイゼンです。色は薄い。乾杯。あ、美味しい。ちょっと酸味がある。なんかレモンビールみたいな。すごくね、爽やか。いいな。なんかさっきのもそうだけど、これも炭酸があんまりきつくないのもいいのかもしれないと思った。でね、この猪苗代ビール、あの1番、7番、8番、4番、6番があったので、8と7を買って花だとか言ってたんだけど、猪苗代ですよっていうことがさっき判明した。ね、ラベルもね、数字の下がちょっと水に溶けたみたいになって、猪苗代湖から立ち上るみたいになってて、いろいろ工夫されてる。楽しい。